自分の欲しいスキル、自分の欲しかったもの、自分の叶えたい理想で、今もさらにどん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 上を目指して、俺は行動してる、お前は何をしてるので、俺はね、自分の話ばっかするとちょっと自慢っぽく聞こえるからね、俺以外の男もそうだよ、欲しいもの手に入れるやつってのはみんな行動してる、お前は何をしてるの、いつまでビビって殻に閉じこもって何もしてないで家に引きこもってるの、何か変わるか、その現状目を覚ませって、お前が変わるにはお前が行動を起こさなきゃいけない、いい？でお前は完璧主義すぎてね、完璧なタイミングを見計らって完璧な状況を待って何もしない、だからいつまでやっても雑魚のままなんだよ、事実これがね、事実で早くこれに気づいて自分にできる行動を一歩でいいから踏み出さないと何も変わらないよ。努力しても実らないかもしれないじゃないですか、努力しても結果出ないかもしれないですか、まあ諦めちまえ、うん、やめろ、人生やめろ、だったらやめていいよ、うん、失敗するのは怖くて挑戦できません、で努力してもうまくいかないかもしれないので努力しません、じゃあもういいよ諦めろって、うん、諦めるけど、お前が気づいてないのはその諦めることも失敗なんだよ。